これ何だと思いますか？実はこれ耕運機なんです。しかもただの耕運機じゃないんですよ。それはバッテリーで動くんです。そうなんです。軽量コンパクトで操作も楽々、人にも環境にも優しい業界初バッテリー式の耕運機 QT10E が新登場しました。バッテリー式だからとっても扱いやすい。バッテリー式だから音がとっても静かなのに、手軽でパワフル。ではそのバッテリー式ならではの特徴をご紹介しましょう。 QT10E はバッテリー式だからとっても扱いやすいんです。 QT10E はバッテリーだけで動かします。ですから作業前の準備はバッテリーを充電するだけ。バッテリーの充電には家庭用の 100V 電源を使いますから、ご自宅のコンセントのあるところならどこでもできます。また QT10E はとっても軽くてコンパクト。ハンドルが工具を使わずに簡単に折りたためます。このように玄関に置いても場所を取りません。重さもおよそ15キロととっても軽いので、車のトランクへの積み下ろしが女性の方でも楽にしていただけます。菜園までの移動も楽々。移動輪を標準装備していますから、ご覧のように軽々とまるでベビーカー感覚で移動できます。菜園に到着するとバッテリーをワンタッチで装着。これだけで準備 OK です。使い方も簡単なんです。まず電源スイッチをオンにして、このロックボタンを押しながらスイッチレバーを握ると、簡単に耕運がスタート。そしてレバーを離すとすぐに停止します。一目で分かりやすいシンプル機能で、機械に不慣れな方でも慌てることなく安心して操作がしていただけます。QT10E はバッテリー式なのでとっても静かです。低騒音も嬉しい特徴です。 QT10E はバッテリーとモーターで駆動していますから、エンジン音に比べるととっても静か。ご覧のような住宅地でも騒音を気にせずに、休みの日の朝からどんどん耕運作業が行えます。また小学校や幼稚園などの花壇にも最適です。 QT10E はバッテリーとは言ってもとっても力強いんです。 QT10E の耕運幅は30センチ、耕運深さはおよそ10センチと作業性抜群。バッテリー式でも力強く安定した耕運作業が行えます。その秘密は耕運ローターの中にモーターを内蔵した低重心設計にあります。このモーターインローター方式で力強く安定した耕運が実現。硬いところでもしっかり耕せます。モーターの回転速度もゆったり、足元も安心。初めて機械をお使いの方でもゆっくり余裕を持って作業できます。また8時間の充電でおよそ30分、約20坪の広さが連続して使用できます。これだけの広さが作業できて、電気代はたったの10円程度。とっても経済的で嬉しいですね。
いかがですか？実は私はこの QT10E の開発に携わりました。 QT10E はこれまで機械を使うのはちょっとなあという方や、初めて使ってみようかなという方にもぜひおすすめしたい、人にも環境にも優しい新感覚のサイエンツールです。より多くの皆様にお使いいただき、その良さを実感いただけたらと思います。また QT10E のバッテリーを使って楽々草刈りができるバッテリー式の仮払い機も準備。軽量で低騒音、エンジン式 20cc クラスと同等の働きをする仮払い機です。 QT10E とバッテリーを共用することで一段とコストダウンが図れます。ヤンマーはいつでもどこでも楽しい野菜作りを応援します。